ルバール・シュルルーは、フランス、プロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、アルプ・マリティーム県のコミューン。1961年3月27日のデクレによって、ルバールからルバール・シュルルーに正式に変更された。コミューンの名ともなっているルーは、町を横切って、ビルルベ付近で地中海に注ぐ、沿岸河川の名称である。香水製造のマヌ社は、 グラースに近いルバールシュルルに本社及び工場を置いている。ランボード・グラースは騎士であり、ルバール領主であった。彼はプロバンスの大都市で地位を得た。1322年、彼はムアンの土地の一部を女領主ボーラから買い取っている。1328年、彼は皇帝ルイド・バビエールに対抗するロベール王の息子、シャルルの下で傭兵となった。 ジョバンナ一世の死後に生じた危機のさなか、バール領主は、ルイダンジューに対抗したシャルルド・デュラスを支持していた。1386年に、アンジューイエ川によって、グラース出兵が引き起こされると、彼は立場を変え、新しいアンジュー公ルイ二世に忠誠を誓った。ルバール・シュルル近郊の村落では、有名な水道橋の残骸を見ることができる。 1940年に工事が始まり、1942年に完成した橋は、第二次世界大戦中に進行してきたドイツ軍が、戦争末期に退却する際に破壊されている。ソースイコール1999年まで、LDH, イヘス、カジニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。